宮崎県では年間およそ9000人の赤ちゃんが誕生しています。赤ちゃんが生まれた産婦人科施設で生後数日の時に必ず行う検査が新生児マススクリーニング検査です。赤ちゃんが生まれつき持っている病気を症状が出る前に見つけて治療するための検査です。現在日本のマススクリーニング検査の対象となっている疾患は20数種類。近年は医学と診断技術の向上により、それ以外の疾患についても検査することが可能となりました。そんな中、宮崎大学医学部附属病院の小児科が中心となって県や健康づくり協会と連携し、重症複合免疫不全症およびライソゾーム病に対してマススクリーニング検査を行う新たな事業が宮崎県で始まりました。重症複合免疫不全症とは、病原体の排除に必要な免疫系に生まれつき異常がある病気です。出生時には症状がなく、生後数ヶ月頃から肺炎、腸炎、中耳炎などの感染症を繰り返します。また知らずに BCG やロタウイルスワクチン、麻疹・風疹ワクチンを受けてしまうと非常に重い感染を引き起こしてしまいます。ライソゾームとは、そもそも細胞内の小器官でたくさんの分解酵素を含んでいる場所です。ライソゾームに含まれる分解酵素の働きが弱くなって、細胞の中で不要になった糖質や脂質、そういったものを分解できなくなって細胞の中にだんだん溜まっていく病気です。細胞の中に蓄積されてしまった不要な物質、そういったものによって細胞の機能が少しずつ失われていくことになります。生まれた時にはほとんど症状が出ていません。生まれ出てから少しずつ症状が悪化、全身状態が悪化していくというのがライソゾーム病の特徴になります。ライソゾーム病の一つ、ポンペ病は糖質の分解ができなくなる病気です。筋力が弱まり、歩けなくなるなどの運動障害や呼吸ができなくなるなど、体のさまざまな部分に重い症状を引き起こします。ファブリー病は、分解されるべき糖脂質が細胞の中にたまる病気です。小児期には強い手足の痛みが出現し、20代で腎不全、30代で心筋梗塞や脳梗塞を引き起こすこともあります。男の子に症状が強く出る傾向があります。無個多糖症1型および2型は、分解されるべき多糖類が細胞の中にたまる病気です。呼吸が苦しそうだったり、肝臓が腫れたり、関節が曲がらなくなります。また徐々に発達の遅れが目立ってきます。生まれた時は3455g のすごく大きい子供でした。育てていくうちに上の子に比べて育てにくさっていうのを感じてました。っていうのが、体が弱い、ちょっとしたことで風邪ひくとか、授乳の間隔も1時間に1回とか、ゼコゼコしてるとか、なんかすごい気にかかることをずっと私の中で不安を抱えながら育ててました。今22歳になりました。で、今の状況はほぼ寝たきりです。寝たきりで体を自分で動かすこともできず、私が全部介護をしてます。最初治療を始めた時はすごい、なんかすごい効いてるっていう感じがあったんですけど、やっぱなんせ治療を始めた時期が遅かった、もう生まれて10年経ってたっていうこともあって、で、対抗っていうのが最近はすごい感じてます。で、今は、今の状況、毎日を穏やかに過ごすっていう現状維持のための毎週の点滴になってます。私はすごく皆さんに受けてほしいと思ってます。それはなぜかって言ったら、うちの子を育ててる間10年間、実際診断がつく2歳までの間っていうのは、私の中ですごく悶々とした、何か引っかかるものを抱えたまま生活してきて、で2歳の時に診断を受けて、でそこから10歳から治療っていうことが始まったんですけど、その間の10年間でうちの子はかなり病気が進行しました。でも生まれてすぐ分かったら、もし陽性だったとしても
治療法が今確定されてるわけだから、少しでも早い治療をするとうちの子みたいに寝たきりまでにはならないと思うし、ぜひ皆さんに検査をしてもらって、もし陽性見つかったとしてもそんなにマイナス的な考えにならず、治療を進めていけれたらなと思ってます。ライソゾーム病は症状が現れてからでは重篤な発達の遅れや死に至ることもある非常に重い病気ですが、早い時期に病気を見つけて治療を始めることで命を救うことができます。検査は宮崎大学医学部と宮崎県健康増進課の協力のもと、公益財団法人宮崎県健康づくり協会が行っています。出生した産科施設で必ず行う通常の新生児マススクリーニングの採血だけで検査が可能で、採血の追加など赤ちゃんへの負担はありません。本事業に参加する宮崎県内の施設で出生し、保護者が検査を希望する新生児が対象となります。また本検査にかかる費用は自己負担となります。検査結果は出生した産科施設を通じて1ヶ月以内に返却されます。陽性と診断された場合には、出生した産婦人科からご家族の方に電話あるいはファックスにて連絡が入ります。その連絡で宮崎大学附属病院の小児科を受診していただくことになります。ここで大事なことは、スクリーニング検査で陽性と判断された場合でも本当にその疾患であるかどうかっていうのがその時点ではまだわからないということです。陽性と判断されてもその疾患でない可能性、全く元気な可能性もありますので、必ず精密な検査を大学病院で受けてください。医療の進歩に伴って今回新たにスクリーニングされる重症複合免疫不全症およびライソゾーム病は早期診断そして早期治療が可能になった疾患になります。これらの疾患を早期に治療することで本来であれば命を失うあるいは発達が悪くなるというこれらの疾患の子どもたちを死に至らせることなく、それから発達の障害を起こさせることなく生活することが可能となります。ですからできるだけ多くの赤ちゃんにこのライソゾーム病および重症複合免疫不全症のスクリーニング検査を受けていただきたいと思います。この検査で見つかる病気はとても稀で診断や治療が難しい病気ですが、早い段階で診断を受け適切な医療機関を受診することで病状の進行を抑えたり早期治療につながります。赤ちゃんの健やかな成長のためにライソゾーム病の検査を受けましょう。この検査の詳しい内容、お問い合わせ先はご覧の通りです。